ただいま。ん？うん。めっちゃ楽しかったよ、飲み会。ぱいお話しして、友達の話もたくさん聞いてきたよ。何の話したかって？なんだっけ。あ、お仕事の話でしょ？お休みの日にすることでしょ？なんと、君のことも。君の話いっぱいしてきたよ。優しくて、料理上手で、めっちゃ可愛い彼女なんだよって話してきた。盛大にのろけてしまった。あかんかった？まあでも友達ものろけてたからさ、自慢大会みたいになっちゃった。でもやっぱり、君の顔見てると安心するね。いい子、いい子。かわいい。ねえねえ、こっち向いて。わあ、なんで逃げるんよ。ちょっと。いいじゃん。んちゅうしよう。何その顔。なんだ。ちゅう。ねえ。え、なんでよ。ん？お酒臭い？仕方ないじゃん。酒飲んだんだもん。そんなに？そんなに匂うかな。わかった。じゃあ歯磨きしてくるから。そうしたらいいやんね。ねえ。ねえ。ちょっと待ってて。ん？まで洗面所までついてこなくてもいいよ。おっ、お、何よ。臭いって言ってたじゃん。なんで急に後ろから抱きついてくるんですか？ え？匂い探偵？何それ。抱きついて、匂いから、僕が何を食べたか当てるということか？なるほど。やってみれば？あ、でも今日はね、結構わかりやすいよ。どう？あ、わかった？え？正解なんやけど。そう、お好み焼き食べてきたんよ。めっちゃ美味しかったよ。この衣装行こう。衣装行こう。明太チーズが美味しい。僕、歯磨きしに来たんですよね、ここに。いい？ いい子。ね、歯磨き終わったよ。偉いでしょ？偉いよね。ね。約束したから。チューしてくれるよね。しよ。なんか、口の中スースーする。何これ？ミンティア？念には念をってことですか？ひどくない？ 信じてないじゃん。歯磨きしてたじゃん。ほら、もう大丈夫でしょ？合格？じゃあ。え？もうおしまい？なんでよ。もっと、もっとしようよ。
なんで逃げるんよ。なんだその冷たい目は。眠いの？もう寝ちゃうの？じゃあ電気消そっか。ねえ。もう寝た？ダメだよ、まだ寝たら。ねえ。起きない。お姫様でしょ？チューしたら起きるでしょ？ねえってば。まだ寝てんくせにおまは、寝たふりだ。無視する。無視か。いたずらしちゃうもん。起きる気になった？ じゃあ。耳舐めるのやめてあげる。よかったでしょ？え、寝ちゃダメだよ。だってたくさんチューしたいんだもん。なんでって？で、今日友達と君の話知ったからさ、恋しくなっちゃったんだよ。大好きなんだよ。よしよし。寝ちゃったの？本当に眠かった。